じゃあ、野菜そのものがこう季節を含めて京都を感じられる逸材であると思っております。こちらはね、惣菜本来の味、美しさ、こちらをもうシンプルに引き出すことをモットーとしています。学生時代にフランス料理のこう美しさ、綺麗さ、繊細さとかそういうことに興味を持って、料理の世界へ飛び込むことを決意して、130年の歴史と伝統あるウェスティン都ホテル京都内にあるフレンチガストロミーを卒園してきたドミニク・ブシェ氏監修による唯一無二のフレンチ鉄板であります。これはね、もう野菜本来の味を楽しんでいただけるように、味付けはやっぱり非常にシンプルで、アクセントとしてこう何を持ってくるかっていうことにこう土台を描きました。ラグランダムの多彩な表現しながら繊細、味わいを導き出す今回の多彩な野菜の味わいを受けて込めるのは、ラグランダムだけですね。